去年キラメじゃ友達全部いなくなってたよ。そんなことは気づいてなくて。やっぱうちの監督、人間の選択するとすごくショック受けるんだけど。一生懸命エピソード探したけど何もなかったわ。やっぱりレジロックだと思うんですよ。ちょっと感じたことが違いよ。気持ち悪いしてほい。何やで。うひょー。やべー。やめろって。あーいかんないかんな。俺を調子乗らせちゃいかん。やめいかないきゃ調子つくとやべえ。やめろって。エンジンかかってきたわ。まだラス目だけどね。まあまあいいねよ。と俺はトンバ振り込んだぐらいが調子いいんさ。世界的なホワイトはオフサイドを取られるぐらいが調子いいからな。そういうの。オフサイド？サッカーサッカー。チモ。はーい、でも高いんだ。漫画ある漫画ある。高いよ。来たから。ちょっとやめてくださいよ。人が妖怪にマンガンとかハネマンとか上がる人本当に友達いなくなるよ。こんなこれ式のごこれ式で。勝てるんなら友達なんていなくたっていい。やばい、麻雀に全てを捧げてきた。確かに。これ式で。うん、そうだろう。でも友達いなくなるのと去年キラメじゃ友達全部いなくなってたよ。そんなことない、そんなことない。危なかったね、かなり。危なかったよ。ギリギリ。キラメはいいやつだから助かった。まずトップ取った人に連絡をくれるぐらいいいやつだから。モコモコが、モコモコがまあ友達じゃなくなるでしょ、あれ。まず第三行親かぶりしたモコが友達じゃなくなるね。そうだね、うん、かなりトップの空気だったのに。去年めっちゃ同卓した人たちはもうじゃあ全員キラメのこと嫌いってこと。いやー危なかった。キラメ被害者ばっかり。よかったらお前いいやつで。あ、ほんとだ。それはそう。ほんとだ、同じチームで上がりまくって嫌われるっておかしいでしょ。確かに、さすがにあの子調子乗りすぎじゃないとか言って。ね、そんな陰湿ないじめ受けてたの。目つけられるかもしれない。めっちゃいい。キリキリがめっちゃ嫌じゃん、ね。でも、キラメが気づいてないんだらなかったんだろ、きっと。いや、ないない。なかったはず。ないよね、そりゃ。そうそう、やっぱすごいな。欲しいのくれるな、跳ねる。やっぱ鈍感だから。鈍感だからキラメ。あの時ご飯をご馳走してくれたのも全部いじめだった。あれももしや実は。そうなことある。ご飯をおごってもらっただけじゃない。でもそんだけできるんやったら巧妙すぎるやろ。すごいな。みんなね、キラメがね一番年下だからって優しくしてくれたはずなんだけどね。ヘラクレスはちょっとネリネリしよっかな。ネリネリシャーポン。いやーまあでもなー、うーんです。将来性丸としよう。あ、まあうーんです。え、両目落としてる。それに行ったんですか。将来性丸。もうちょっと急ぐか。そんなに焦らなくて大丈夫だよ。こんなんしたら絶対怒られるわ。ずんたね。うん、そう、ずんた監督に何やってんだと言わんけど、さすがにやりすぎかな。気持ちはわかるけど、さすがにちょっと。え、優しいじゃん、めっちゃ。いや、そうや、めちゃくちゃ優しいよ。否定しない。優しいよね。うちの監督、人間の選択するとすごくショック受けるんだけど。あ、監督、俺の勝ち。監督、見て見て、シャハの実が本質ドラついた。やばー。まあ許せはいいんですけど。さすがの監督も許さざる。こっちも本一ドラだぞ。おいおい。ああそうだったのか。ごめん。あ、そうだったんだ。ごめんね。なんかせっかく太郎さんが喜びそうな選択ができたと思ったのに。太郎さんに見てもらえなかったか。チームゼウスは普通にいい麻雀打つとゴリラじゃなくて人間だねって微妙な反応されるから。だから期待を裏切ってほしいんだ。もう。そう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 。もうなんかちょっと堅実すぎるね。ああそうだな。ネコちゃんはね。それじゃあちょっとゴリラとは言えないなみたいな。チートイすると怒んの？怒る怒る。うん。そうなんだ。チートイダメなんだ。なんて怒る？怒るってかいやみたいな感じ。チートイなんてやったらね。もう狙っちゃダメ。なるほど。解像度高えな。あんなの役じゃないから。それはなんかコラボの時はその感じだけど、ガチでやるとなんか、うん、ガチでやるとなんか本当にじゃあ行かないでほしい瞬間あるんだ。なるほどね。おもろ。あ、メイカちゃんゴリラだねって言われてた。え、最大級の褒め言葉じゃん。じゃあ太郎プロからしたら。そうそう、めちゃくちゃ褒めてた。いいな。やったー。
ゴマちゃん覚えなくてほしい。あれおかしいな、キラメもかなんか華々しいトップを取ってきたはずなのに。確かに、うん、取ってきたはずなのに。楽屋戻った最初のリアクションがすごいね。どうやった？結構ゴリラはしてなかったね。ナイスでいいやん。なんか冷静だったよ。東京の場所、東京ってなんか変なそういう人いるよね。なんだその土地。それは東京に対する偏見なのだよ。なんか変なそういう人。え、何？東京に偏見結構強めに持ってる。持ってる。変な人いっぱいいると思ってるから。え、どゴモリ今どこなの？公開してない？天気法案。今日あ関西人やな。うん、え、じゃあホテルニューアージュは？ホテルニューアージュ。出た関西人だ。本物らしいな。うん、テレビとかで関西人あるあるで聞きすぎて私でも知ってる。え、知ってんだ。え、じゃあ何が起こる？じゃあタコマサは？連れてってタコマサ。連れてって。連れてってタコマサ。大阪へ出るとき連れてって。出て。大阪名物言うたらタコマサ。タコマサのたこ焼き。知らない。何それ？知らないんだ。まあ、ここでそもそも関西行ったことないから全然わからん。今度持てってあげるよ、リクロおじさん。一回も行ったことないから。リクロおじ買ってきて、こんなの。いいよ、いいよ。買ってこう。クッキーも美味しいんだよ。あ、そうか。リクロおじさんって、あれ関西圏だけなんけ？え、らしいないんだって。そうなんだ。リクおじに置いてるケーキ350円ってバカうまいんだよね。ケーキなんかあるっけ？ケーキあるある。え、なんか普通にショートケーキとか生チョコケーキとかあって350円で600円ぐらいのクオリティしてる。なんかたこ焼きのお土産用のやつ、冷凍で買えるやつだよ。そう、はい、地元の人は食べたことない。もう一度食べたことない。地元の人は食べたことないの。たこ焼きいっぱいあるもんね。そうだし、冷凍のたこ焼きもさ買って温めへんよね。そう、買いたてのさ、ね、持ってくよ。ククルとか、うん、ククルいいね。アホヤも好き。うん、そうだ、アホヤとか。こっちにもいっぱいある。え、うん、あ、そうなの？ここの関東にもあるんだ。あ、そっか、あるか。銀だこしかないと思ってた。銀だこはマジでシェア数強い、実際。どこ行ってもある。あ、そう、おじさん、前東京でね、なんか変なおじさんにね、うん、足の写真撮らして、なんだか、つま先の写真撮らしてくださいって言われてね。ちゃんと怖いやつ。走って逃げたの。走って逃げた。走って逃げた。えらい。ちゃんと怖いやつだ、それ。なんだこいつと思って。いや、なんだこいつではある。東京ってそういうのいるんだって。やっぱ東京って怖っ。でもなんかそのすぐ東京に対する偏見にするのやめて。東京ヘイト。めっちゃ怖かった。怖っ。そういうのよくあるよ。怖っ。あるのやっぱり。マジでよくある。しかも足だったわけじゃん。つま先の写真を。つま先なんかここまでならええやろっていうライン内にさ。そうなんか。いや、やだよ。びっくりしちゃった。怖っ、東京。怖っ、東京。高校の時とか1万円あげるから公園で5分だけ会話してください。怖すぎ。本当に悪意はないです、安全ですっていうのを前面に出してるのがまたキモいな。人目がつくところでみたいな。すぐ警察だよ、警察。怖。あ、でもキラメもね、アニメートでなんかすぐそこのベンチで一緒に喋りませんかって BL 漫画のコーナーで話しかけられたこと。BL 漫画のコーナー。もうそれは語り友達欲しかっただけじゃない、もしかして。うん、それは多分純粋なオタクの心だと思う。あ、なるほどね。それはつま先おじさんとは違う。一緒にしたらかわいそうだ。でもなんか他のコーナーに逃げても追いかけてきたから、あ、これガチなんだ。怖。じゃあ怖いわ。さよなら。さすがにちょっと怖くて逃げたわ。アニメートでそんなことあるんだと思って。アニメートで、見ず知らずの人に声かけれる時点で、やばい。すごいよな。一生懸命エピソード探したけど、なんもなかったわ。なんかあれよ。俺の人生めっちゃ平和。ありますからね。ありがとう。あ、一番だ。裏のね。いや、一番じゃ持てんじゃない。あ、乗らねえ。あ、でもほら、あ、ほら、24杯に5000円。おお、ほらほら。俺が3枚持ってたのによく分かれたね。ほらほら、でも3着ねー。3着3着絶対上がんなよ、誰も。絶対上がんなよ。俺の許可なんか上がんじゃねえぞ。入れ。レジギギがそう。ここレジギギガガガゴー。どっちか入れ。え、皆さんレジギガス派なんですか？何派なの？やっぱりレジロックだと思うんですよ。
いや、どういう、まあ、ちょっと感じたことが違うよ。なんかこじらせてるよね、絶対。絶対レジロックの方が。何があったんだ。それともやっぱレジアイスの方がいいですか。レジスチル好きだけどな、俺。わー、レジスチルもいいですね、あの丸いフォルム。なんかフォルムが丸くて可愛いやろ。いいセンスしてるわ。お前、どないしたい、これ。一個ずつ裏目引いてる今、俺。すごく丁寧に。もう、レザーあれまずい。もう無理や。まずい。わしには耐えれん。もう俺には耐えられない。この以上の裏目は耐えられない。もう俺は行くしかない。やっぱり即リーが一番正しいんやなって思わされます。そういうことだよ、ね、なるほど、なことない。そういうことですか。即リーはいい。ほなじゃあ引き済ませていただきましょうか。あー強い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 。おやおやおや、わしは負けへんで。わっちが強い打敗してる。つも微妙いな。微妙いか。マジでつも微妙いな。降りちゃう。降りてもいいんじゃない。無理しなくていいんじゃない。やだ。うわ、まずいの引いた。絶対やばいってこれ。いっちゃえ。いけ。俺は行くしかないよ。どうだ。ゴミだな。ゴミだな。ゴミだな。ゴミいただきました。ちえ。ボール。よし。覚悟を感じる打敗だ。出せ。なんかの間違いで背景とかなんか。それだろ。よっしゃー。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。うわー。やるなー。押し切っていい。これはやりますね。あー、スザクよ。ラッキーって言ってるよ。これはスザクさすがに3戦連続ラスは回避できた。スザクダメですか。いや、多分今のはスザクじゃなくて俺が悪かったから。あれ、まず、あ、戻した戻した。素直にリーチしてれば多分一発だったから。俺、スザク悪かった。あ、なるほどね。私のデータによると、舞台メーカーのチャンネル登録をすると幸せになれたというアンケートが、100% 中 100% ということで、私のチャンネル内では皆が幸せになっているそうですのでね、まあ、嫌な人は多分外してるんですけれども、なのでね、チャンネル登録と高評価をすると人生がすごく実りあるものになると思いますので、毎日動画投稿しております。全部見てください。以上です。